ガソリン車、ハイブリッドに対抗してできたのが EV、電気自動車。その目的は確か、脱炭素が目的であったはず。しかし、EV 化の本当の目的は車を SDV 化することにあったんです。SDV とはソフトウェア定義車両を指し、SDV の市場規模は、少なく見積もっても2030年に2000億ドル市場にまで成長すると予測されているんです。SDV では言うまでもなくソフトウェアが性能を大きく左右し、これまでの自動車製造とは常識が異なり、問題となるのは、トヨタやホンダ、日産、米国、ビッグスリー、GM、フォード、クライスラーなどの、既存大手メーカーに SDV が本当に作れるのかという点にあるんです。SDV 化により、既存の自動車メーカーをすべて駆逐する、これこそが EV の真の狙いだったんです。チロチロチャンネルへようこそ。このチャンネルでは普段は車系特に洗車系動画を多く配信しています。また最近では今回のような車系時事ネタに関しても扱っているんで、早めにチャンネル登録もお願いします。では行きましょう。SDV を基礎に車作りをするテスラや BYD などの新興メーカーと既存大手自動車メーカーが戦うには、技術面以外でも大きな障壁があるんです。現在は ICE 内燃機関車両から EV への移転期とも言えるが、EV はすでにアップデートのほぼ8割を OTAO バーザエア、インターネット経由でソフトウェアを更新する技術によって行われています。これが可能なのは、ほとんどの EV がソフトウェアベースの車作りをしているためであり、つまりスマホなどと同様に、ハードはそのままで、ソフトウェアの更新により性能がアップしたり新しい性能を追加したりすることなどが可能となっているんです。SDV、ソフトウェアディファインドビークル、ソフトウェア定義車両市場は、2022年には356億ドル程度だったが、今後は年間に 20% 近い成長を続け、2030年にはリサーチ会社による予測のばらつきはあるものの、少なくとも2000億ドルから2500億ドル、米自動車リサーチ会社であるワーズオートでは、5100億ドルと試算しているんです。これは EV の市場規模拡大とリンクしており、プレシーデンツリサーチ社の予測では2032年の EV 市場は1兆7168億ドル規模となり、SDV はその1割強に相当する2100億ドルになると言われているんです。しかし、SDV を実現するためには自社のネットワーク、クラウドに車がリンクしていること、性能などをアップデートできる優れたソフトウェアを内蔵することが条件となり、テスラなど多くの新興 EV メーカーはすでにこうしたネットワークを構築しているが、既存大手自動車メーカーはこの点で遅れを取ってしまっているんです。ワーズオートが行ったポッドキャストでは、APEX AI の CEO、ヤン・ベッカー氏を招き、既存大手メーカーは SDV を作れるのかについての考察を行ったんです。APEX AI は、車載用ソフトウェア、特に安全性能に特化したものを製造する企業で、設立にはコンチネンタル ZF、ダイムラートラック、トヨタベンチャーズ、ボルボグループベンチャーズキャピタルなど、自動車メーカーやサプライヤーが含まれ、APEX AI はオープンソースベースでのソフトウェア開発を行っており、異なるメーカー、エコシステムに対応したソフトウェアとプラットフォームの提供を目指しているんです。現在のところは緊急ブレーキシステムなど、主に車の安全性に関わるソフトウェアが中心となっており、現時点で SDV のメジャープレイヤーはアプティブ、コンチネンタル、モービル、NVIDIA、ロバート・ボッシュ、テスラ、ウェイモなどが挙げられ、特にシェアが高いのはテスラ、NVIDIA となっており、代表は既存大手メーカーにとって SDV に移行するための障害がいくつかあると指摘しているんです。まず自動車メーカーとは製造業であり、基本はハードウェア作りを行ってきた産業だ。しかし、今後数十年に起こる変化は、125年にわたる自動車製造の歴史の中でも、経験したことがない大きな変化をもたらすことになると語り、産業構造の関係から、既存大手メーカーには機械工学などの専門家は多いが、ソフトウェアの人材は不足していると指摘。さらに、ソフトウェア中心の車作りはこれまでの自動車作りのカルチャーとはかけ離れたものになり、大企業であればあるほど、こうしたカルチャーの変化が根付くには時間がかかることになると警鐘。もちろん既存大手メーカー側も自社製の OS 作りに取り掛かっており、特に現代、キア、トヨタ、メルセデス・ベンツなどは自社で OS とプラットフォームを開発することを明らかにしているが、現実のものになるまでにはおそらく数年は必要となると指摘。
ベッカー氏は、大手メーカーによる新プラットフォームが利用できるようになるのは2025年以降になると語ったんです。ソフトウェア開発には多大な時間がかかるのと同時に、車という人命に関わるものを走らせるためにはバグを徹底的に排除する必要があり、この作業だけでも最低で半年は必要と言われており、消費者に対して完璧な製品を出すまでに時間が必要となるためだと語り、実際に2012年頃から多くのメーカーがソフトウェアの内製を目指していたが、耐久性や信頼性などの点で満足できる結果は得られなかったといういきさつがあったといい、一方で、スマホを見れば明らかなように、当初は様々な OS が開発されたが、最終的には Apple の iOS と Google の Android に集約された感がある。これはスマホメーカー各社がカスタムしやすいオープンソースがベースとなっており、消費者にとっても使いやすく、ユーザーフレンドリーであり、さらには異なるスマホに対応できる互換性が高いという点が評価され、今の普及につながったという。Apex AI もこうした汎用性が高く、異なるエコシステムに対応するソフトウェアの提供を目指しているという。最終的には各社にまたがるスタンダードシステムを作り、それをベースに各社がカスタマイズして自社独自の性能などを載せたソフトウェアの基礎とすることが目標となると語り。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方は、グッドボタンを忘れずに、あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに、もう一点、既存大手メーカーにとって大きな障壁となりそうなのが、ディーラーモーの存在だというんです。米国だけでディーラー関連の雇用は110万人規模であり、従来の自動車販売のビジネスモデルがディーラーモーを抱えてサービスなどもディーラーが行うためだったと語り、しかし、性能アップデートや点検などが OTA で行えるようになると、ディーラーでの雇用が大幅に減少することになり、さらにテスラ、リビアンなどの新興メーカーは、そもそもディーラー網を抱えず、販売や点検サービスなどもオンラインが中心となっており、これが販売価格にも影響を与えることになるのは明白で、既存大手メーカーはそのレガシーゆえに EV 販売で苦戦する現状になっているというんです。徐々にオンライン販売を行う既存大手メーカーも増加しているが、その反面でディーラーのビジネスに影響を与えかねないという矛盾も生じ、例えば GM では EV 導入にあたり、傘下のキャデラックディーラーに EV 充電ステーションを設置することを要求したが、その費用は2000万円規模となり、結果として 17% のディーラーがキャデラックディーラーモーから脱退する結果となった。これは一例だが、EV 化によって既存大手メーカーは様々な変化や対応を迫られていることの象徴ともいえ、今後、2025年頃から既存大手メーカーによる独自 OS などが発表され、実用化されることになるだろうが、それが消費者の満足度を得られるかによって動きに変化が現れるだろう。結果的にスマホのように少数の OS に集約することになり、既存大手メーカーがスタンダード OS を受け入れる、あるいはテスラのシステムが標準になることも考えられると指摘し、日本ではソニーホンダモビリティが当初からソフトウェア、SDV の重要性について語っており、ソフトウェアに強いソニーが関わることで日本から新たな自動車用 OS が生まれる可能性もあると述べ、今後の成長規模を見るとソフトウェアが車作りの大きな割合を占めることは明白であり、各社の競争は今以上に激化するというんです。この予測に対しネット上では、スマホが時折 OS のアップデートするのは、ハッキング対策のためでもある、SDV も例外なくハッキングされる対象、命を預ける車がいつの間にかハッキングされて、車内カメラを覗き見されたり過去にテスラ従業員がやらかしてる、車を盗難しやすくされたり、コントロールを奪われたり、考えただけでも恐ろしい。しかも中国メーカーのスマホ OS のように、バックドアが元から仕掛けられていたら、ハッキング対策どころではない、命を預ける車はネットにつながらない車に限る。SDV が万能化のように書かれてますが、ソフトはハード以上の性能を出すことはできません。異常とか消耗をソフトで検知しようとすれば、それを検知するセンサーなどがついてないとソフトだけでは何もできません。スマホのアップデートもしかり、例えば10年前のスマホが最新の OS にアップデートできますか？どこかのタイミングで OS の更新が止められているはずです。ソフトはハードウェアの性能の範囲を超えたものを実現することはできないのです。SDV にも欠点があって、それはソフトウェアで変更できること、前提の車両作りになるということ。
何らかの機能を割り振るときに物理ボタンではなく汎用ディスプレイの中で完結させようとすることだ。これが車として非常に使いづらい構造を生んでいる。例えばエアコンの温度変更一つとっても階層の中から探さなければならなくなっているわけで、本当にそれが便利で安全なのかはきちんと考えないといけないと思う。何の分野でもそうだが、技術の進歩が本当に人間にとってプラスになっているのかは検証が必要。この手の記事をよく目にしますが、自動車のハード部分はソフトのアップデートでは改善できません。サスペンション、ブレーキ、ハンドル、外装パネル、内装、ワイヤーハーネス等々は物理的に改善しないと性能は上がりません。また、自動車である限り点検整備、車検整備が必須です。ブレーキバット、ディスクローター、タイヤ、ワイパー、サスペンション等々の消耗品は点検、交換が必要です。などと様々な意見が見られました。そしてここからは個人の感想なんですが、今回の予測を見て感じたのが、動くスマホ化がより加速することで、OS の不具合なども当然懸念されますが、それより、怖いと思ったのが車両に乗るたびに大量の広告が流れ、近い将来、カーナビの液晶画面だけでなく、様々なところ、例えばフロントガラスなどにも広告が流れ、広告ビジネスの餌食になるのではないか、と思ってしまったんです。そんなことがあるわけないと感じた方もいるかもしれませんが、事実、今世界を席巻しているGAFAMの収益源は、広告がその大半を占めているのも事実なんです。そしてスマホの OS が Apple と Android この2つが独占状態にあるのも事実なんです。つまり EV はただの通過点、真の狙いは SDV であり、それを狙っているのが、テスラ、BYD であるってことなんです。最後に少し告知なんですが、チャンネル登録者数8万人を記念として、この度、メンバーシップを始めました。基本的には、このチャンネルを今後も応援していただける。月に1杯のスタバの、シェ・ケラートフレットをおごってやろう、そんな方を募集しています。今後もメンバーシップとともによろしくお願いします。本日の動画は以上です。今回の動画に関して意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。またチャンネル登録グッドボタン、あとついでにベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。